明日はみんなに前々から言ってたんですけど、夕方ぐらい5時6時7時前 くらいの配信になると思うので、で多分夜配信はなしかなと思っておいていただけたら嬉しいなって感じなので、よろしくお願いします。ちょっと明後日はなんと先ほど告知させていただいたんですけど、毛利さん、さよなら毛利さんの実況感想配信をさせて、あ、待って、迷いますからしてない、今日、まあいいか、させていただきます、イエーイ。ということで、まあでも実況配信はもういろんなやつでやってるので いろんな実況を配信させていただいてるので、割ともうそんな割と慣れてる方ではあるかなと思うんですけど、でも、ああ確かに前回の見てない、確かに前回っていうか先週、それ見ますか今から、そんなんでいいなら、あでも待って、あでも iPad があるから Hulu 見れる、あでもイヤホンないんだ私、イヤホンはテレビのにつながってるイヤホンしかないや今だから、垂れ流してたら怒られそう、怒られないかな、パンダさんハート、声 パンダさんハートありがとうございます、確かに前回の見れてないですよね、前回の見よっか、今間に合うよね、30分あれば見れますよね、私 Hulu、 TVer で見た方がいいのかな、 Hulu で見るけどいい、 Hulu で見るけどいいなら一緒に見る、あ、待って、 iPad フル入ってない説ある、ワンちゃん、あさって2つまとめて、あでもってことは14時半よりも前に1個見なきゃいけないってことだから、そう14時半にはもうそれをやらなきゃいけないので、14時半より前に1個見てってなると14時から配信してってなるけど、それでも私がね、配信ちょっとできるか、ちょっと明日、その時間に配信できるかわからないので、なんとも言えないんですけど。って感じですかね。どっちがいいんだろう。気にでも言ってないから、あれかな、どうしよう、どうしたらいいんだろう、でも明日はその時間、まあできたとして2時からなんですよね、そう2時前、ちょっと待って、ちょっと見るわ、そうとりあえず2時半にはそれをやらなきゃいけないみたいなので、そう2時半にはそっちを始めなきゃいけないので、でもこの迷ってる時間が一番無駄ですよね。そ
スーさんハートありがとう。そうなんですよね、迷ってる時間が一番無駄なのは分かってるんです。あ、そ、2時半からはあさってです。そうそうそう、明日は夕方、昼、夕方、うん、5時、6時、7時前にできるかなみたいな感じ。そうそう、なので、明日は実況はできない。マジハートありがとう。そう、明日は実況できないから、そう、本当はね、その次の日にやってくださいみたいな感じだったんだけど、そう、でも明日ちょっとできないから12日でもいいですかって聞いたら、あ、大丈夫ですって言われたので12日にしたんですけど、そう、どうしよう。迷う迷う。あ、そうだ。1時、ん？ 1 時ではね、今日、明日は無理なんだよね。あさって。わー、ギリできるかできないかわかんない。だから、もしも1時45分ぐらいから始められたら、じゃあ、その前に一緒に見て、で、配信しようか。で、もしも、もう厳しそうだったら、まあ1時、間違えた、14時半からは絶対にそのさよなら毛利さん配信みたいなのはするので、はい、うわ、14時半からにしなきゃよかった、15時半にすればよかった。そしたら15時からに、なんか15時と14時半と迷ったんですよね。15時にしとけば14時半から1個見て15時からにそれできたのに、わあ、めっちゃ迷ったんですけど、ごめんみんな。まあ許してくれ。バルスさん、マックミックさん、ハートありがとうございます。あ、でもそっか、 TVer で見てる人は見れないのか、1週間経ったら。私は Hulu なのでどんだけ時間経っても見れるんですけど、そう、 TVer の人はだから録画してないと見れないのか。うん、多分今から見たら普通に間に合わない。うん、この長い話が無駄だったよね。ごめん。私のせいだ、これは。ただただ。でも22分だ。お、いけんじゃない？みーよ。じゃあ30分になったらポチってスタートします。突然。なので皆さん、ぜひ今すぐ準備をお願いします。で、ちょっと私はイヤホンを取りに行ってきます。お待ちください。テロップかご。それでは。
間違えた電気消しちゃった、間違えた、ちょっと iPad 用のイヤホンが見つからなかったのでパソコンを持ってきました。ミラーボールありがとう。パンダさん3つ、サプライズレバーさん4つ、タキニーさん1つ、ありがとう。3つ4つ1つ8、ありがとうございます。じゃあ早速フールを開いて、見ていこうと思います。もうみんな準備 OK だよね。ごめん急に言ったから、準備できてない人はあのハルピョの顔で楽しんでください。それではあのまた一斉のでで押すのでいきますよ。いいですか、きますよ、いっせーので、 AKB48 お料理選抜、イエーイ。なハルピョンのパンチが繰り広げられた。握手会でファンの手を掴んできた、そうですね、確かし、うわーテレビほとんどワンショットが抜かれないってメグさん言われてるんですけど、あの私は出てないですマリアちゃん、レイちゃんは突然のハルピョンだイエーイ、マリアちゃん、そうなんですよ、動画配信1位で、本当にマリアちゃんはすごい。いません、そうです、私はだらしなくはないですよ、ちゃんとで頑張るぞっていう気持ち、権利上の都合で配信できません受ける、日より輝いているよきありがとうございますありがとうございますうおーすごーい、肉じゃがそうですねナーナさんすごいですよね、これやば、すごーい、すごっ、かつらむき、
おしゃれ、食べたい。行きたかった、行きたかったってもう行けないみたいに言ってる。りんちゃん家行きたい。りんちゃん家行って、りんちゃんの手料理食べて、りんちゃんと真面目な話を 2,3 時間語り合いたいですね。そうです、そうです。うん、あざとっていう顔してましたね。マジこの人あざとっていう顔してます、私。あ、はるぴょん、かわいい。ピータローです。はい。ピータローくん、ピータローくん地上波登場でございます。全国地上波、地上波初登場。地上波ってどこですか？普通にその地方の曲も地上波に入りますよね。そしたら初登場ではないです。でもこんなになんかドーンって出たのは初めてかもしれないです。はい、こんなになんていうの、ピータローって紹介されたのは初めて。そうです、ピータローくんはなんかちらほら出てはいるので初登場ではないです。すごいよね、ウインナー。おー、グラタン上手。え、待って、めっちゃ事務所じゃん配信だから。もう本当にお弁当で持ってきたんだ、すごいよね。うん、すごい。お疲れ。あー、あら、あざと。かわいい。メグさん、かわいい。うん。エリーちゃん。うわー、やばい。
入れまさん。どんなイベントやってんの？歯をちぎって でも一時期流行りましたよね。そうそうそう、一時流行ったんですよね。百味ビーンズ的な。お、マリアさん。うわー、うまそう。よかったですよ、1位になってくれて。うわー、美味しそう、美味しそうだなーと思ってこれ見てました。私どっちも好きで、味も美味しそう。はい、うまそう。鮭って帽子似合いますね。あー、すごい、シューマイ。親子喧嘩。あはははサホさんってさ、絶対年相応じゃないですよね。めっちゃ若い。サホさん、すごい、おっしゃー。絶対これこんなに食べれないよ。3日ぐらいに分けて食べたでしょ、絶対。あ、違うか。3日ぐらいに分けて食べないと食べれないっすよ。3日はちょっと持ったかもしれないけど。ちゃんと箸置きあんのもすごいっすよね。ああ、ヘルシー。意外、めっちゃなんかおしゃれなもの作ってそうなイメージ。ああ、やなんさ、これ美味しそうだなと思ってました。すごいね、赤ワイン。でも確かになんか3時間とか5時間とかかなと思ったら30分。 かわいい。れいちゃんはって料理上手なんですね。余裕で負けてる、私。すごい。
レイちゃんってさ、鹿児島のお肉を使いましたこの拍手の仕方かわいい、かわいい。なんかコミさんってやっぱインスタとか見てるとさ、結構なんて言うんですか、いや家に消火器あんのもやばいし家に消火器ありますか？消火器あんのやばくない？うん、コミさんはやっぱインスタとかがすごいイメージだから、ああいうなんかもう、こうそれこそおりんちゃんみたいな、そうこういう可愛いお料理を作ると思ってたんですけど、え待って、消火器あんの？みんなうちにある？え確かにある、だってやばえでも可愛いなと思いました、おりんちゃんのこの食べたら肉球型になるみたいなやつ。うん、いぶりがっこいぶりがっこ。あれ消火器はお家に置か、えそうなの？消防法で設置が義務付けられ、え待ってやばい、 いやじゃあどっかにあるのかな。戸建てに設置義務はない、だってないらしいです。らしいですよ、うちいらないわおー、たこ焼き部、オムライス部、コロッケ部、デザート部、いりません、いりません、いりません、りんちゃんハグキブ、前に、あれエリーちゃんってどっちですか？配信で入った方？何で入った？審査員で入った？特別賞、あ特別賞なんだ。あ、ドーン、コミさんのカラコンなんだろうこれ、イエーイ謎のせいやさんもっとチーム系対決ですね。じゃんけんぽい、おーすごい、なるちゃんすごい、関西人はそうですね、いないのかな、おーさすが初
確かし確かし確かし、お、チームエイト対決です。おお、これハッツが、いや私なると思ってなくてみたいな言ってたんですよ。そう、でもなんかとりあえず立候補しようと思って立候補したんだよねみたいな話してて、でもハッツはさ割とさ運あるからさ、あんたはいけるよってそう、これさ一人2回さ手挙げていいって知らなくて、2回以上手挙げていいって知らなくて、そうだからコミさんが2回出てて、そうなんですよ、2回出ていいのか知らなくて、え2回出ていいなら私だって全部出ました、たこ焼きオムライス全部出ました、そうなんですよ、なんかどれか一つにしか出ちゃいけないと思ったので私はこれに出ようと思って、そうだから、え、いいんだみたいな感じでした。え、いいのみたいな。配信じゃないや、収録しながら。うん。ね、一回、なんで一回じゃないんだろう。で、なんか、そう、だから、じゃあ、あと2個できるから、コロッケ部とデザート部行けばいいじゃんって思うじゃないですか。でも、でも、コロッケ部、は揚げ物だからなんか怖いなと思っていけないなと思ってそうやめました。そうですね、っていうかそのもともとあの全部あっち向いてホイの予定だったんですよ。そうだからそのなんていうんですか、ルールが決まってなかったのとかじゃなくて、もともと全部あっち向いてホイの予定だったんですけど、なんかみんな立候補しすぎてて、そう立候補が多くなっちゃって、どんどん部長みんなやりたい感じじゃないかと思ってたら、そしたらもうじゃんけんでするしかないみたいな、だからデザート部で手を挙げました。そうそうそう、早くじゃんけんしようよって顔してた今私、あ、じゃんけんぽい、負けちゃった。すごいですよね、せいなさん、悲しかったです、デザート部負けちゃって。え、これ本当に一発で決まったんですよ、すごくない？何わさびスケットって、ということでさよならモーリーさん、11月3日の分を一緒に見させていただいたんですけど、もうね54分なのでもうランキング読まなきゃいけない感じなんですけど、まあこんな感じであのお料理部候補生として今本当にファンの皆さんのおかげでこうやってさよならモーリーさんに出演させていただいているので、しっかり頑張ってカップリング、まあとりあえず1秒でも長くさよならモーリーさんテレビに映って、地上波に映って、でなんかまあさよならモーリーさんのあの企画にまた別の企画とかにも呼んでいただけるように頑張りたいなっていう気持ちがあるのと、あとはまあカップリング選抜になって、まあ歌番組に出て、
え、あの子知らないけど可愛いじゃんってなるようにまた頑張りたいなって改めてこう思いました。本当に皆さんが2位にしてくださったおかげなので本当にありがとうございます。今日の深夜実況あったら、だから富山入んないんだってば。私は言いましたよ、ちゃんとあの KNB のスタッフさんにこのさよなら毛利さんが始まる前に言ったんですよ。なんか AKB で新しい番組がさよなら毛利さんっていう番組が始まるんですよ。そう言ったんですよ、ちゃんと。宣伝は宣伝まではいかないかもしれないけど告知はしたんですけど、ちょっと残念ながら富山では放送されずということなので、はい、残念ながらなんですけれども、12日の14時半から、ぜひ皆さん見ていただけたら嬉しいなと。実況配信で、もしかしたら、まあ、その全然14時半に始まってないじゃんみたいな、10時半じゃなくて14時とかに配信始まるかもしれないんですけど、ただでも、一応そのさよなら毛利さんを見るのは14時半からを予定しているので、もう普通の実況はもしかしたら14時半じゃないかもしれないけど、さよなら毛利さんを見るのは14時半からなので、ちょっと早く始めても怒らないでいただけたら嬉しいなと思います。はい、ということでそんな感じですかね。今日の配信はということで、それではランキングを読んでいきたいと思います。はい、いきます。1位サプライズレバーさん、ありがとうございます。2位パンダさん、ありがとうございます。3位ネバーストップアット、推しの祈る姿が尊いさん、ありがとうございます。4位竹兄さん、ありがとうございます。5位ヒーローさん、ありがとうございます。6位マフィンさん、ありがとうございます。7位マジありがとうございます。8位サイレントムーンさん、ありがとうございます。9位山内さん、ありがとうございます。10位 4N5 矢印シンゴアットショートカットさん、ありがとうございます。11位、待って変わった、ランキング変わってない、変わってるよね。11位カーアットピョンズさん、ありがとうございます。12位カズーさん、ありが合ってる、ありがとうございます。13位、ゴンさん、ありがとうございます。多分そこまでは変わっあんまし変わってないから許して許して。ということで、皆さん本日はありがとうございました。そして、ラッキーエイト、本日のラッキーエイト88位は CDH48 さんです。皆さんありがとうございます。ということで、また明日の配信はさっきも言った通りの時間になっていますので、お間違いのないように皆さん配信見に来ていただけたら嬉しいなと思います。ということで本日もありがとうございました。それではまた明日、まだあと2分あるまだあと2分ある。今日はそうですね、この後お風呂に入ってメイク落としてゆっくり寝たいと思います。もうピョンムービーは撮ってあって TikTok には載っけたので大丈夫そう。まだあと2分ある。明日ポッキープリッツじゃがりこの日でございますよ。皆様は何を、あとトッポも何をいただくのでしょうか。ということで、それではまた明日お会いしましょう。じゃあもう私はサイレントは今日は見ないもう無理だった最悪はそれで、それではおやすみなさい、ありがとうございました。またね、バイバーイ。